7月28日、12時10分。お願い、出て。出てよ。まさか、こんな。こんなのあんまりよ。どうして、どうしてこんなことに。お願い、電話に出て。パパ。ねえ、パパ。今日が何の日か、知ってる？記者会見を行い、秋葉原駅前に人工衛星と思われる物体が墜落した事件で、駅周辺からの避難はほぼ完了したと発表しました。なお、秋葉原を通る公共交通機関は現在、全線が乗り入れを中止しています。また、周辺道路にも警官を配置して、秋葉原方面へ向かう車に注意を呼びかけているということです。別に、特別な記念日だとか、そんなものじゃない。ただ単に、今日は私が、7年ぶりにパパと会うことになっていただけのこと。なのに。繰り返します。本日午前11時半ごろ、東京秋葉原駅前に人工衛星と思われる物体が墜落しました。物体はビルの7階と8階の外壁をえぐるような形で墜落しましたが、周囲に大きな被害はなく、消防によると死傷者は今のところ出ていないという情報が入っています。政府は先ほど行われた会見で物体の爆発の可能性を否定しましたが、一方で万が一に備えて封鎖区域周辺には近寄らないよう付近の住民に呼びかけています。死傷者はいない。そんなことを言われても自分で確かめるまで信じる気にはなれない。人工衛星が墜落したあのビルの8階、パパは今日の正午からそこでタイムマシーンの発表会を行うことになっていた。ねえ、人工衛星が墜落した時、パパはそこにいたの？ねえ、出てよ。今どこにいるか教えてよ。ニュースで事故のことを知ってそろそろ30分くらい、携帯にずっとかけ続けてるのにパパは出てくれない。こっちから電話するなんてこれまで一度もなかったけど、これだけ連続で何度もかけてるんだから一度くらいかけ直してくれたっていいのに。やっぱりパパはあのビルで。何言ってんのよ私。そんなわけないでしょ、バカ。ねえパパ、私ね、パパから7年ぶりに連絡が来た時結構嬉しかったのよ。手紙が届いたのはいつだったかな、今から3ヶ月以上も前のこと。人類史を塗り替える世紀の大発表をするから見に来い。自信たっぷりにそう書かれてあって、昔の私が大好きだった頃のパパが戻ってきたような気がした。そもそもパパから手紙をもらったのって初めてだったし、私はずっと憎まれてると思ってたからかなり意外だった。ねえ、パパは知らないでしょ、アメリカで私がどんな7年間を送ってきたか。これでも結構頑張ってきたのよ。大学は飛び級で卒業したし、脳科学の研究でサイエンスにも乗った。
本当はパパから招待状が届いたところで日本に帰ってる暇なんてなかった。ママにも反対された。だけどこの機会を逃したら次はいつ再会できるかわからなかったから。女子校に逆留学するっていう言い訳を自分で手配したりして、ママを何とか説得して、そうまでして私は今日この秋葉原にいる。本当のことを言えば7年ぶりのこの国は居心地があまり良くなかったわ。私はどこに行ってもゲスト扱いだったから。2週間の逆留学で過ごしたアヤミインの教室でも、私を天才だともてはやすマスコミの取材を受けている時でも、いつだって私は不機嫌な顔をして周囲と距離を置いていた。嫌な女だって自分で分かってるけど、変えるつもりもないし変えられるとも思ってない。私の目的はあくまでパパに会うこと、他はどうでもいいの。なのにもうすぐ会えるっていう時に、まさかこんなことになるなんて。人工衛星謎のせいで私の晴れ舞台が中心にされたなど、こんなデタラメな話があるか。私に当たらないでよ。それより今どこなの？怪我とか。こんな結果は認めんぞ。私は必ず。ちょっと、これはひどい。何なのよ、まったく。7年ぶりの会話がこんななんてね。パパらしいといえばパパらしいけど、私の話全く聞こうともしないところは昔と一緒か。まあ私もついマジレスして反論しちゃったわけだ。私もしかしてこれまでの鬱憤が溜まっていた？でも、もし直接顔を合わせたとき、今みたいに強気で話せるかどうか。いやいや、別に強気で話す必要もなかろうが。ま、あの様子なら、きっと刺しても死ななそうね。ただいま、消防は記者会見を開き、死傷者はいないことを正式に確認したと発表しました。なお引き続き。だからってあんまり心配させないでよ、まったく。あれ、じゃあ私たらなんで泣いてるんだろう。興味深いわね。これはベータエンドルフィンの過剰分泌だわ。私の意志と感情が乖離しちゃってる。必要以上にホッとしてることがその証明か。ねえパパ、私はね、いつだってパパのことになると論理的じゃいられなくなる。親への無償の愛情だなんて言うつもりはなくて、むしろ私はずっとパパからの無償の愛情を求めてるんだと思う。これはただの私のエゴ、わがまま。私はパパに理想を押し付けてるのよ。その理想の科学者であり理想の父親像を壊したのは、子供の頃の私の無邪気さだったっていうのにね。
パパからしてみれば悪意がない分逆に厄介な娘よね。もうこんな時間。ねえパパ、これから私何に出ると思う？ ATF 秋葉原テクノフォーラムっていう特別セミナー、そこで講義をしてほしいって頼まれたの。タイムトラベル理論をテーマにしてね。最初は断ろうと思った。でも依頼をしてきた主催者の人はきっと全部織り込み済みだったのね。私とパパの関係も、パパが昔学会を干された理由も、私が物理学は専攻じゃないっていうことも。意地悪のつもりなのか単なる好奇心なのか、とにかくいい気はしなかったけど、私逆に OK してやったわ。この巡り合わせの良さは確率論的にはかなり面白い数値だと思わない？パパのタイムマシン発表会の数時間後に、娘の私もタイムトラベル理論について講義する機会を得た。これは学会を見返すチャンスだって思ったくらいよ。私はタイムトラベル理論については未だに否定的なんだけど、それでもパパなら私に、あれだけ自信満々に発表会の招待状を送ってきてくれたパパならきっと何とかしてくれる。そう信じてた。一応私としては ATF の講義で喜んでその最新理論を牧瀬昭一の名前と一緒に紹介しようって企んでたわけ。結局人工衛星が墜落したせいでその機会は失われちゃったけどね。ねえパパはもしかしたら世紀の大発見をしたかもしれない。その発表の機会を一時的に逃しただけなのかもしれない。娘として信じたい気持ちもある。でもそれはそれ、娘としての感情を理論より先行させれば私の科学者としての7年間の努力は無意味になるから。理論が証明されてない限り今の私はタイムトラベルを肯定することはできない。ごめんねパパ。パパはいつになったら落ち着いてくれるかな。明日か明後日あたりまでには会って理論を聞かせてもらえるといいんだけど、そろそろママからも帰ってこいって催促がありそうだし。ねえパパ、どうしてかな、この国に戻ってきてから時間が経つのが遅いの。私には研究室に閉じこもって研究に没頭してる方が性に合ってるのね、きっと。独り言も随分増えたしって笑えない。じゃあ行ってきます。